志村さんっていっつも暗いわよね。ほんと死神って感じね。ほんと死神って感じね。死神って感じね。死神って感じね。死神ヒョー、やっべやっべ、恐ろしい。やだ、なんでこんなとこいるの。触るなよ、呪いが移る。死神って感じよね。金魚に呪いをかけてるのかしら。いや怖い。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。何。西村さんはなんで死神って呼ばれてるの。なんてかっこいいあだ名ナンバー。私と仲良くすると死神の仲間だとか言われるって。かっこいい。死神の仲間とかすごく言われたい。一緒に帰らない。友達なのに。もう高田くん。西村さ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 ん。すっごく素敵だからね、西村さん。何がどうしてこうなったのかよくわからなかった。ただわかるのは、事情を知らない転校生の高田くんがぐいぐい来てるってことだけ。